どこだよ、言ってみろ。ルールが多くて癖の強い海鮮食堂がヤバいらしいので実際に行ってみた。メニューは壁に貼ってあるのだけでイワシとアジオンリー。ちなみにこんな感じで天丼と刺身が来たら先に刺身から食べないと店主に怒られます。ということでこれが刺身と天丼のセット。天丼食べた後に刺身食べたんですけど、まあ確かに天丼というよりタレが味濃いめなんで、まあその後に刺身食べるとこう繊細な鮮度の良さっていうのはわからないのかもしれないけど、後味がほんのりにじみ出てくるんで天丼から食べてもいいのかなって感じましたね。こういう刺身食ったことねえぞや。みんな生のお魚だっぺや。詳細は YouTube 本編で。